ニューメキシコ級戦艦。ニューメキシコ級戦艦はアメリカ海軍の戦艦の艦級。全3隻が収益した。ニューメキシコ級は1913年に設計が検討され、1915年に3隻の建造が始められた。当初は16インチ砲を搭載する予定であったが、議会の反対にあい、最終的にペンシルベニア級戦艦の改良型として止められた。 全球のペンシルベニア級戦艦同様に12門の14インチ手法が搭載されたが、その方身長は45口径から50口径へ拡大された。船体設計も改良されたクリッパー型艦種を持ち、より良い両派性を備えネバダ級やペンシルベニア級に比べて優雅な船体型となった。ニューメキシコは蒸気タービンによるモーター発電で推進する。 新型推進システムを採用した。ニューメキシコ級は高く評価された、ペンシルベニア級の改良型として、しのげなみ性の改善などが、さらに実施されたので艦隊側からやはり高評価を得た。しかし、手法の散布会が、全級より悪化していたこと、加えて、ユトランド沖海戦の戦訓から、水平防御走行圧が、以前の方より強化されたとはいえ、 やや薄いことが欠点とみなされた。ニューメキシコ級はアメリカ海軍における標準型戦艦コンセプトの一部であった。その設計概念はアメリカ海軍に低速部隊と高速部隊の包括した運用を可能とさせる重要なものであった。標準型の概念は長距離射撃21ノットの速度700ヤードの回転半径及び ダメージコントロールの改善が含まれていた。この標準型には、ネバダ級、ペンシルベニア級、テネシー級及びコロラド級が含まれた。ちなみに大日本帝国海軍では最も気候が早かった3番艦のアイダホをネームシップと認識し、アイダホ型戦艦と呼んでいた。1913年5月以降、アメリカ海軍は全級のペンシルベニア級戦艦に続く。 1915年度計画の新型戦艦計画案を検討し始めた。当初の案は多くの問題点が発生し、計画案の決定が遅れたため、暫定的にペンシルベニア級の改正型が検討された。しかし、同時期、イギリス海軍やドイツ海軍は15インチ砲を搭載する新型戦艦を建造しており、それを踏まえて、 試作されている16インチ砲の搭載を含めて、兵装や防御を強化するべきという要望が、アメリカ海軍から出された。その結果、計画は白紙に戻されて、再度計画案の検討が行われた。この際提示された6つの案は10月になって4つの案にまとめられ、いずれも16インチ砲の搭載が検討されていた。最終的に、アメリカ海軍は、 16インチ砲8門を装備し、432mm 厚の還元装甲を持つ35,500トナーを選んだ。ものの、アメリカ議会は、建造費用が、ペンシルベニア級に比べて450万ドル、当時のアメリカ海軍駆逐艦約4隻分も増える、ことから建造に難色をした。そのため、今度は、アメリカ海軍から、 ペンシルベニア級に16インチ砲を搭載する3万セントガンが押されたが、これも16インチ砲8門と14インチ砲12門の艦では1戦車あたりの弾量にほとんど差がなく、建造費用増大に見合わないとアメリカ議会から反発を受けた。さらに、当時試作中の16インチ砲は、死者が終わっておらず、成功するかわからない、新型砲を採用するのはリスクが大きいという、 意見出された。16インチ砲搭載案が難航する中、アメリカ海軍は施策が完了していた14インチ50口径砲に目を向けた。この砲はペンシルベニア級と同口径ではあるが、方身長は45口径から50口径へと長くなり、射程や貫通力がかっているため、他国の15インチ砲に対抗できるという判断がなされていた。そのため、 アメリカ海軍内部では、当面は14インチ50後継砲搭載艦を建造し、時期を見て16インチ砲搭載艦を建造すればよい、という意見が大きくなっていった。この意見を踏まえ、1914年1月3日に、ジョセファス・ダニエルズ海軍長官は、1915年度計画の戦艦は、ペンシルベニア級に14インチ50後継砲を搭載したものを建造する。 16インチ砲、搭載艦は116年の計画以降の艦として、検討を続けるということを決定した。ニューメキシコ級の船体形状は、基本的に、ペンシルベニア級と同じ朝鮮四郎型船体だが、水線幅は約10センチメートル広げられ、両波性を向上するために、クリッパー型艦種が採用されていた。これは、ネバダ級船艦の設計案を見た。 艦隊側からの要望がきっかけであり、ネバダ級やペンシルベニア級では見送られたものの、検討中であったニューメキシコ級から採用されることとなった。内部配置も大きく変わらないが、砲塔が大型化したためにバーベットが60センチメートル拡大した影響で、砲塔付近については若干の変更がなされた。上構えも全級とほぼ同じだが、1920年頃には、 第一次世界大戦の戦訓を受けて手砲及び副砲の射撃式装置が追加されたため環境が大型化した。ニューメキシコ級は海軍休日時他のアメリカ戦艦と同じく近代化改装が行われた。前後部のカゴマストが撤去され前後の環境下部と船体中央部上構え部分の容積が拡大された。全部環境は イギリス戦艦ネルソン級を参考にした大型の、大型環境となる、党、他のアメリカ戦艦と比べて、艦姿が大きく変化した。第二次世界大戦開戦時、ニューメキシコ級は収益していたアメリカ戦艦の中で、最も良い装備状態であり、戦中も、他戦艦のような大規模改装は行われなかった。ニューメキシコ級の手法は全級より情報進化された。 新開発のマーク4 4インチ50口径砲を採用した。その性能は重量6 3 5ラムの手砲弾を最大行角15度で射距離21950メートルまで届かせることができる性能で、 射距離 14,630m で、減速走行 226mm を、射距離 18,290m で 170mm を貫通できる性能であった。装填機構は固定角度装填で、行角0度を、もしくは1度で装填という説がある。発射速度は竣工時は、毎分1.75発であった。方針の行角は30度、深く4度で、 動力は電動モーターによる駆動であり、補助に人を必要とした。旋回角度は左右150度の旋回角が可能であった。初速が前球と比べ60メートル毎秒ほど速く、貫通力も勝っていた。しかし高初速と方針間隔の狭さが合わさって、前球より遠距離時の散布界が悪化してしまった。以後長らく改正が行われたものの、 許容範囲まで散布会を縮小できたのは太平洋戦争直前であったが、この状態でも打戦艦と比べると散布界が広いとみなされていた。砲塔は新設計の三連装砲塔四基になっており、方針を個別に不行できるようになったが、実際の運用では同時に不応することが多かった。ニューメキシコ級の副砲は全球に引き続き、マーク75インチ。 51口径速射砲を採用した。その性能は重量2 2 7ラムの砲弾を最大行角15度で射距離1 2 8 5 0ルまで届かせることができる性能であった。発射速度は毎分8から9発、砲身の行角は15度、深く10度で動力は人力を必要とした。射界は露天では300度。 ケースメートで最大150度の旋回角度を持っていたが、実際は減速配置のために回は制限があった。当初は複砲を22門搭載する予定であった。しかし、第一次世界大戦の戦訓を受け、1918年2月に前後部のケースメートとして装備されていた複砲を撤去し、その部分を完全に密封する工事の実施が発令された。そのため、 1917年に竣工したミシシッピは22門、1918年以降に竣工したニューメキシコとアイダホは14門を搭載して完成した。対空火器として3インチ、50口径広角砲が搭載された。その性能は重量5 9キログラムの砲弾を最大行角85度では射程9270メートルまで届かせられる、この砲を単装砲が搭載した。 砲画の不行能力は、行角85度、深く15度である。旋回角度は、露天で360度の旋回角度を持つが、ケースメートでは、旋回角に制限があった。方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分15から20発である。これらをニューメキシコとアイダホワイ4門搭載した。 ミシシッピも、姉妹艦と同様の複砲、対空火器の装備を行った。その他に53.3メートル水中魚雷発射艦を、単装で2機を装備した。海軍休日時の近代化海装では、主砲マーク74インチ50口径砲に換装した。散布海の改善を行うため初速が823メートル毎秒まで低下し、行革増大により、 射程が行角30度で33,190メートルまで延長された。また、680キログラムの新型砲弾が運用可能となっている。加えて複砲が12門となり、7.62センチメートル広角砲が撤去されて5インチ、25口径広角砲が単装で発揮、装備されたほか、対空機銃として、グローニング12.7ミリメートル単装機銃発揮が、 新たに装備された。なお、水雷兵装はこの時撤去されている。さらに完備にはカタパルトを搭載し、後に三番砲登場と、後尾看板に、各一機ずつカタパルトの搭載を行っている。第二次世界大戦が開戦して、以降は、主に対空、レーダー兵装が中心として行われた。1941年には 28mm4。 演装機銃4機の装備予定があったが、供給不足であったため代わりに3インチ広角砲4門を搭載した。この際、対空警戒用 SC レーダーと射撃式用 MK3 レーダーも搭載されていい。1941年末にはエリコン 20mm 単装機銃が発揮。翌1942年春には3インチ広角砲4門を 撤去して 28mm4 連装機14機を装備した。1942年10月から1943年初頭には、対空兵装の大規模な強化が行われた。ニューメキシコとミシシッピは、後部の複砲4門及び複砲用砲位板を撤去し、母ホース 40mm4 連装機関砲4機と 20mm、単装16機を装備した。 アイダホはより本格的に強化が行われ、全複砲と複砲用砲を今も撤去して5インチ、25口径単装広角砲8門、4 0ト、mm、ル、4連装機関砲10機、2 0ト、mm、ル単装機銃、40から45機を装備した。合わせて上構え部の不要物や3番、砲塔場型パルトの撤去も行われた。この後もニューメキシコ級は、 随時対空兵装の強化を行った。対空兵装の強化に合わせて、対空射撃レーダーも強化された。対空射撃式装置を MK28 から MK33 へ、広角砲射撃用レーダーを MK4 対空レーダーから MK22 または MK28 レーダーへ更新している。また、主砲射撃用レーダーも1944年に MK28 レーダー。 1944年末には MK27 レーダーが装備された。なお、アイダホは MK28 ではなく MK8 を搭載した。対空警戒レーダーは1943年に SC レーダーから SK レーダーに換装された。ミシシッピとアイダホの2隻はタービン機関を搭載したが、形式は姉妹間で別の形式が採用されており、ミシシッピは カーティス式直結蒸気タービン、アイダホはパーソンズ式直結蒸気タービンでとも4機4軸であった。機関出力は3万2000馬力であり、ペンシルベニア級より若干向上していたが、最大速度は21ノットと変わらなかった。一方ニューメキシコはターボ電気推進システムの試験艦として選ばれ、機関は 4242V を発揮できる。 GE 製発電機2機と推進モーター2機を搭載し、推進モーター各1機が2機の軸を動かして4、軸推進とたターボ電気推進方式となった。ニューメキシコの機関出力は高渉で27,500馬力と、姉妹艦より低かったが、公やけでは、約31,200馬力で、最大速度21.08ノットを記録し、姉妹艦と、ほぼ同性能であった。 ボイラーの形式は三席共にパブコックウィルコックス式重油潜傷水管管吸気機であった。当時ターボ電気推進システムはタービンと比べ重量が若干重いものの燃費が良く更新や回避運動が素早く行えることや費用が安いことが優れていると考えられていた。そのためアメリカ海軍では1920年代末期までに 建造された大型艦の標準的な機関として採用されていた。海軍休日時代のアメリカ海軍では、アメリカ艦隊がフィリピン諸島まで進出して、日本海軍の艦隊と戦うことが想定されていた。そのため、海軍休日にアメリカ戦艦へ実施された機関部の近代化海層航続距離の強化を重点として行われた。 その中でもニューメキシコ級は速力を22から23ノットまで向上させたいという艦隊側の要望が認められ、総合的な強化が図られた。ボイラーは、ミシシッピとアイダホは、ビューローイコールエクスプレス式艦を6機、ニューメキシコはより大型で強力なホワイトイコール、フォスター式艦4機に換装した。機関は隻とも、ウェッチングハウス式蒸気タービン4機に、 改められた。ニューメキシコもタービンとなったのはタービン技術の進歩により燃費や重量面でターボ電気推進システムの優位点がくなったこと、加えて3隻とも同じ期間に換装することで改装費用が30万ドル節約できることが大きかった。機関出力は4万馬力となり最高速力は計画には届かなかったものの21.8ノットまで向上した。 航続距離は大幅に延伸し、9ノット時は23,400回り、18ノット時は12,750回りと、戦前のアメリカ戦艦の中で最も長くなった。ニューメキシコ級の装甲配置や装甲圧、装甲範囲は、ネバダ級、ペンシルベニア級から大きな変更はない。水薦部装甲は全級と同じく 343mm で、 上側 343mm、下側 203mm とテーパーしている。水線化防御も同じく一層式の水雷防御区画と 38mm 厚の装甲板で浸水を止める考えで、艦底部のみ見え底であった。水平艦板の装甲は、原則走行と接続した主艦板走行で敵弾を受け止め、剥離した装甲板の断片を下艦板で受け止める。 複層構造とした。主艦パンは遠距離方線に対応するためペンシルベニア級より強化されて八十九ミリメートルとなったが、それ以外はペンシルベニア級と同様になっており、下艦パンが三十八から六十三ミリメートルで水線武装甲と接続する部分は、軽している。また、煙突の基部から敵弾が突入するのを防ぐため、機関区の煙時基部に三三百四十ミリメートルの 垂直走行が施されている。主砲塔の走行もネバタ級、ペンシルベニア級の三連装砲塔と同様で、前ミ 457mm、側ミ 254mm、後ろミ 229mm、天外 127mm と重装甲だった。海軍休日時代の近代化海掃除では、他のアメリカ戦艦と同じく遠距離砲戦に対応するため、 さらなる甲板防御と水雷防御の強化が行われた。主甲板防御は 51mm 厚装甲が追加され、機関部の断片防御を行う甲板には 32mm 厚装甲が追加されて 70mm となった。水雷防御面では、機関の乾燥に伴う機関スペースの減少により、機関区足壁の位置を管内側に移動して、もう一層重角壁を設け、 水中防御層の幅を拡大した。水中防御層に接する形で一層分の防御層が追加されて二層構造となった。さらに断片防御と水中断防御のために二層の間には 76mm の装甲板が追加された。第二次世界大戦時はナチスドイツの脅威に対抗するためニューメキシコ級は太平洋から大西洋に1941年に配属された。 真珠湾攻撃によって太平洋艦隊が打撃を受けると太平洋へと配属され1945年8月の終戦まで核戦線で活躍した。ニューメキシコ級の手法は太平洋における核戦場での進行作戦において有用な支援射撃を行った。ミシシッピはスリガオ海峡海戦に参加、歴史上最後の主力艦による砲撃戦に加わった。 戦後、ニューメキシコとアイダホの2隻は、間もなく退役したが、ミシシッピだけは1945年11月から1947年7月まで、改装を受けた後、訓練官と、兵器試験を兼ねた、実験特務官、e、EEG-128 に変更され1956年まで、運用された。当初は4番砲塔以外の手法を撤去して、隠し工格砲や、 機関砲が装備されたが、1952年には4番砲塔を撤去して、テリアミサイル等の艦上ミサイルを搭載した。ミシシッピは1956年9月17日に予備役となり、除籍している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。